いつもご視聴ありがとうございます。au 株コム証券投資情報室の笹原でございます。9月の6日金曜日、米国株式ウィークリーをお伝えいたします。本日タイトルは、目先雇用動向が株価の方向性を決めるかということでお伝えをいたします。まずはですね、直近週間、主要指数の騰落の確認です。主要3指数、また合わせて、ソックス指数、フィラデルフィア、半導体株指数、揃って下落となりました。そして WTI 原油先物価格が大きく低下、また10年債利回りも低下、つまり米国の債券が買われたという状況ですね。そして投資家の恐怖心理を示すビッグ指数、こちらの方が大きく上昇しています。まあ、この動きを総じてみると、直近週間、米国の景気後退懸念の高まりを背景に、再び今リスクオフの様相といった1週間だったかと思われます。なお、原油の動きにつきましては需給要因も絡んでいまして、政治的な対立で原油生産が一部停止していた産油国リビアで生産再開に向けた合意が近いといったような報道から、今後供給量が増えることで価格が低下していくだろうと、そうした期待からですね、原油の先物価格に低下圧力がかかったと、そうした背景も考えられます。では各指標のですね、チャートの確認です。まずはニューヨークダウ。先週高値を取ったところから十字足をつけて、そこから売り転換という形で、目先調整色、もう少し強まってきそうです。移動平均線は赤い線が50日、青い線が100日、緑色の線が200日になりますので、一旦ですね、これまで押した局面では、この100日を少し割り込む局面が何度かありましたので、やはり3万9000ドル、このあたりまでですね、調整が出る可能性は考えておく必要があるかもしれません。そして S&P500 指数ですね、こちらの方も、こちらは高値を超えられずに売り転換というところで、50日の平均線割り込みつつありますから、目先のところはちょっと100日同平均線、ここのところですね、節目で止まれるかどうかといったところが焦点となりそうです。そしてナスダックですね、こちらの方はやや売りが強く、すでに100日同平均線、下回りつつあります。ですから、ここちょっと割り込んでくるようであれば、緑色、200日同平均線のラインですね、このあたりのところがちょっと意識されるラインとなりますので、特に変動が大きいですね、ハイテク株、IT 関連の株、この動きのボラティリティが高まれば、ちょっと上下ともに変動の振れ幅が広がる可能性がありますので、この点ちょっと注意しておきたいと思います。ではですね、この1週間相場が売りに転じた、材料要因、改めて確認しておきたいと思います。一部ではですね、そのマーケットが下落した要因が NVIDIA であると言ったような指摘も、これあるんですけれども、世界最大の市場アメリカが、本当にその NVIDIA 一社で、相場の方向性がですね、変わるほど脆弱なのかというと、私はそうは思わないので、あくまでもマーケットが下落に転じた主因というのは、今回はやはりその経済指標を受けた米国の景気後退懸念。そもそもを言えば、確かに、ハイテク株を中心に、今年、ずっとですね、金利低下を先読みで織り込んで、ある程度ちょっと割高なバリエーションというのをですね、投資家は許容してきた。その中で、徐々に金利が高い状況が続いていて、そろそろ米国の景気も鈍化するだろうという見通しとなってきた中で、これ以上ですね、その上値を買い続けていく要因というのがなかなか見当たらなくなってきた。そして、例えば物色の他先を変えてですね、ハイテク株から例えば景気敏感、もしくは割安株、最近であれば不動産関連の株ですとか、割安株、そうしたものに資金のですね、物色のシフトも最近は見られた中で、やはりそうした動きもある程度一巡してですね、で、最後のもう頼みの綱だったですね、NVIDIA の決算、これも市場が、高めに期待したアナリストの予想水準の上限を超えられなかったと。それが売り要因になったといえばそうかもしれませんが、あくまでですね、NVIDIA 一社の要因ということではなくって、これまでのそうしたこう割高な水準が許容されていた経緯、そしてアメリカの利下げに入りそうだという、この状況の変化ですね。ここが主要な要因であるかというふうに考えています。具体的に米国の景気の方向性がどのように変わってきたかと言いますと、先週金曜日に発表された個人消費支出物価指数、そしてそのデフレーターと言われるものですね。これについては物価の鈍化基調が確認され、一方で、消費者の支出自体は堅調な内容が確認できましたので、この段階ではいわゆるソフトランディング、物価の低下と堅調な景気、これが併存するですね、ソフトランディング期待というのがまだ維持されていました。ただし、今週になって3日火曜日、企業の特に製造業の景況感を示す ISM 製造業景況感指数、
こちらの方が、ちょっと残念ながらですね、数値としては悪かったと。で、特にですね、これグラフの方で示してるんですけれども、PMI というのが、まあ、いわゆる企業の景況感、総合指数ですね。製造業の景況感の総合指数になりまして、項目別で、例えば新規受注、生産、雇用といった、個別の項目を見ますと、特に今回ですね、この新規受注の項目が15ヶ月ぶりの低水準になってるんですね。で、当然、新規受注が来なければ、その後に来る生産も増えてこないですから、新規受注というのはある種その先行指標と捉えられますので、今後生産もやはりさらにこう鈍っていく可能性が考えられる。で、生産が鈍いんであれば、だんだん人が余ってきますから、場合によっては企業がこれからそのいわゆる雇用のカットをですね、増やしていくリスクが出てくるということで、今その米国 FRB はですね、その労働市場の悪化というところを非常に注視しているわけですけれども、この ISM の製造業の統計を見るとですね、この先行きの雇用動向が、まあ、さらにちょっと悪化してくる可能性が、まあ、見て取れたというのがまず一つ一点、今回悪材料視されたポイントだったかというふうに考えられます。で、こうなってくると、企業の景況感が良くないから雇用が悪化する。雇用が悪化すると、当然その給与を受け取れる人が減るので、雇用情勢が悪くなることで、また消費が悪化して、さらにそれが企業の景況感悪化につながってくると。こうしたですね、悪循環のサイクルに入るリスクと、この辺のところも懸念されますので、今回この ISM 指数、一つちょっとこう売り材料されたのかなというふうに考えられます。そしてですね、もう一つ経済指標で発表されたジョルツ求人件数、こちらの方も追い打ちをかけるようにですね、投資家に景気後退懸念というのを高める結果となりました。で、これ何かと言いますと、発表されたのは企業からの求人数です。で、この赤い線が求人数になるんですけれども、赤い線ご覧いただきますとですね、まあ、コロナ禍後に急激にこの求人数が増えまして、これがようやく今、求人数が下がってきた、落ち着いてきたということで、失業者とですね、この求人数の割合、ここのバランスが、まあ、コロナ禍前後でですね、非常にこうちょっと歪みが出たんですけれども、このバランスがちょうどですね、コロナ禍前の水準まで落ち着きをですね、取り戻してきたというのが現在の状況です。で、特に FRB パウエル議長が重視するのが、この失業者一人当たりの求人数という、求人数を失業者数で割った数値になります。で、これを緑色で示してるんですけれども、ご覧いただくとですね、おおむねこれコロナの前の水準に戻ってきている。というところで、ようやくこのフラットな状態にですね、雇用市場が回帰した。逆に言えば、これ以上悪くなると、景気のですね、悪化を招く可能性が高くなってくるということです。で、ただ先ほどの企業の景況感にしても、こうした労働市場の動向についても、例えば FRB がですね、金利を、まあ、下げたからといって、そうした雇用動向の動きというのは、すぐにストップする、すぐに方向性を転じられるものではなくって、ある種その慣性の法則、一度方向性ある方向に動いたら、しばらくその方向にですね、流れが続くと、そうした慣性の法則が働きますので、ある意味、これ、もしちょっと利下げのタイミングが遅れるとですね、これ労働市場一気に、この求人数、失業者一人当たりの求人数というのが、1を割り込むとね、コロナ禍前の水準よりも状況が悪くなってきますから、そうするとですね、この景気に極端に悪い影響を与えてくる可能性があるということで、まあ、この点ちょっと注意されるところかな。特に今回発表のジョルツの求人数ですね、想定以上に企業の求人が減っていた。まあ、このあたりのところが、やはり投資家のですね、懸念を強めた一つの要因だったかと思われます。ということで、目先もう少しですね、調整色続きそうではあると考えていますが、ただ一つ反転のきっかけになる可能性があるのがですね、やはり今晩発表の雇用統計、そして今月半ば17、18に控えるアメリカ9月の FOMC だと思います。まず今晩の雇用統計については、失業率、市場予想は 4.2、前月の 4.3 から改善の見込みです。で、非農業部門雇用者数 16.5 万人ということで、まあ、こちらも前月からですね、雇用者数の伸び、少し改善が見込まれていますから、まあ、過度に、景気後退懸念、そして労働市場の悪化懸念が強まった、前月からはやや改善が見込めそうかなといったところです。で、それを受けてですね、9月の FOMC、まあ、ここでは、0.25% もしくは 0.5% の利下げ、どちらが確率が高いか、今ほぼ五分五分に近い、若干 0.5% の確率が高まっているところではありますが、まあこれ逆に 0.5% の利下げとなれば、FRB がですね、景気後退に対してかなり懸念を強めている。
要は焦っているというふうにマーケットは捉えかねませんので、まあ場合によってはですね、0.5% の利下げを受けて株価が大きく悪く反応する可能性、これは考えられます。ですから、シナリオとしては今回の雇用統計8月が7月から予想通り改善を示せるかどうか、そしてそれを受けて9月の FOMC の利下げは従来のですね、期待通り 0.25% の利下げにとどまる。でその上で3ヶ月ごとに発表される今回経済見通し、ここで景気のですね先行き大きな落ち込みを想定してないということが確認されれば、マーケットの方ですね、まあ遠からず上昇に転じる可能性があるなというふうに考えていますので、まあ決してマーケットですねさほど悲観する状況ではない。まあこの季節的に9月10月弱いというところはこれはアノマリーでもありますから、ここの期間のですね少し下げ幅そこまで深くなく、必要とするのは一定の時間だと思いますので、ある程度の幅でですね上下往来をしながら、まあ年末11月12月のですね上昇に転じやすいシーズンを待つといったような展開をメインシナリオで考えておきたいと考えています。はい。で、最後にちょっと補足になりますけれども、アップルですね、9月の9日、新製品発表イベントを控えています。これだけでですね、何かこう、相場の方向性を転換する材料とまでは言えないと思うんですけれども、ただ今回新型スマートフォン iPhone16、まあこれ仮称ですけれども、Apple Intelligence AI 機能を搭載したですね、新モデルを発表するというふうに見られていますので、特にこれ最近停滞していたスマートフォンの買い替え需要、これを一気にですね、喚起するというふうに期待がされています。事前に株価に対する期待というのが、まあ当然これも高まっていますので、実際これイベントの発表でですね、一旦出尽くしとなって株価、その後ちょっと下げる可能性というのは、これ注意しておく必要があるんですけれども、まあただこれ NVIDIA ですね、並んでマーケット時価総額ですね、トップ企業の Apple ですから、当然株価のこの先行きというのは、マーケット全体への影響も大きいと言えます。ですから、ちょっと今後のですね、このアップルの株価動向を占う上で、今回のイベント、内容の方に注視していきたいというふうに考えています。はい、では最後になりますが、今後の経済指標の発表スケジュール、こちらの方に記載をしています。ご参考までにご覧いただければと思います。では最後までご覧いただきましてありがとうございました。動画の方を気に入っていただけましたら、高評価のいいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。